ストレングスファインダーってご存知でしょうか？人のパフォーマンスは人に大きく依存すると思っていることが前提にあります。皆さんこんにちは、グリーンタレントハブの井口です。突然ですが、ストレングスファインダーってご存知でしょうか？ストレングスファインダーはドン・クリフトン博士によって開発された個人の長所や強みを見つけ出すための評価ツールです。実はこれ、僕が起業前に取り組んでみて、自分のことをよく知るために非常に役に立ったツールでして、転職などのキャリアの転機の際はぜひ活用していただきたいなと思い、今回ご紹介します。僕の信念として、人のパフォーマンスはその人を取り巻く環境に大きく依存すると思っていることが前提にあります。あなたのスキル、能力と環境、これらがうまく噛み合わさったらパフォーマンスは最大化されますけれども、一方でいくらあなたのスキル、能力が潜在的に高かったとしても、あなたを取り巻く環境があなたの強みを生かすことができなければパフォーマンスは上がらないですよね。したがって、自分の強みを理解すること、そして2つ目、それに応じた環境を選択すること、あるいは環境を変えること、これら2つがビジネスパーソンはもちろん、受験生やアスリートにとってもパフォーマンスを最大化する上で必須なのではないかなと考えています。まず強みを理解すること、この前者に関してはストレングスファインダーが有効なツールであり、また後者の環境を変えること、あるいは環境を選択すること、こちらは転職ということも手段の一つとして選択肢に入るのではないかなと思います。まずそもそもストレングスファインダーとは何かというところですけれども、ストレングスファインダーの基本的な考え方は、個人が自身の資質、すなわち強みですね、これを認識し最大限に活用することで、より効果的で満足感のある仕事や生活が実現できるというものです。この資質を判断するために、ストレングスファインダーでは全体で177問の質問に選択式で回答し、完了すると自分の最も顕著な34の強みのテーマがランク付けされるんですね。その中のトップ5が強調されます。これは自分の強みが自分の日常の行動や思考にどれだけ影響を与えているかを示すものになります。具体的に34の強みの一覧がこちらにあります。それぞれの強みの説明は割愛しますが、僕自身がストレングスファインダーを活用していかにして自己理解を深めて、その後の方向性を決めたかについてお話しします。まず僕自身の上位5つの思考資質をお伝えします。第1位、活発性、目標思考、個別化、学習欲、達成欲。この上位5つの資質に対して、それぞれ自分の原体験を振り返っていきます。活発性、これが一番自分の強みになりますけれども、このいつ始めようかということ、これって本当に自分自身を表している言葉だなと思うんですね。いろいろこう検討したり、ワークフロー回したりとかっていう時間がもったいないというかですね、それだったらもうスモールスタートで早くやっちゃった方がいいんじゃないかとか、そんなことばっかりずっと考えてましたね。あまり向いてないと思います。社会人になってからだけではなくですね、小学校4年生に演劇依頼ラボっていう当時テレビで入ってた企画、自分たちでも作りたいということで学芸祭のようなところで企画して実行したりとかですね、高校1年生の時は自分でハンドボール部のチームを作ったりとか、自分でもう早くやりたいと、いてもたってもいられないと、そんなことをですねずっと思っていました。目標思考っていうのもそうですね。第2位、私はどこへ向かっているのかと、常に目標を置きたいんですね。目標がないといても立ってもいられないと、例えば大学1年生ヨット部に入っておりましたけれども、夏休みヨットに2週間乗ってニートみたいになってしまったので、その後何とかしなきゃなっていうことで新宿で夜のバイトを始めたりとかですね、1回目の起業もそうですね、それまで新規事業をいくつか会社でやらせてもらって、これ自分の最も好きなマリンレジャーっていうフィールドで
できるんじゃないかというふうに考えてですね、起業したりとか、結果うまくいかなかったですけれども、そんな形で目標をですね置きたがるんですね。個別化ですね、近年ですと仕組み化だったり歯車のように動くことが是とされているという、そういったマネジメント論もあることは承知していますけれども、個人的にはマイクロマネジメントをするのもされるのも苦手ですし、極端な仕組み化っていうのはあんまり好きではないんですよね。グリーンタレントハブはプロフェッショナルが集うチームというふうにコンセプトを掲げていますけれども、そんなチームを目指していきたいなというふうに考えています。そして学習欲ですね。もう学習欲というのは本当に新規事業に向いてるなと改めて思わされた点なんですけれども、やっぱり新規事業って私のイメージとしてはパズルを解いていく、そんな感覚なんですね。いつもこの打ち手はうまくいかなかったなと、でもこっちの打ち手をしたらなんか反響が多いなとかっていうのを、どん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 試行錯誤、トライアンドエラーしていく中で正解らしきプロセスを見つけていくと、そんなことなんですよね。それはどこに原体験があるかなって思った時に、幼稚園の時にですね、スーパーファミコンなどでロールプレインゲームにずっとハマってたんですね。こっち行ったらゲームオーバーだったけど、こっちに行ったらゲームが進んだとか、そんなことをですね原体験として思い出します。そして最後達成欲ですね。何か成し遂げなければもう気が済まないということなんですね。なので平日は成し遂げたから休日はもう休もうではなくて、もう休日は休日で仕事もしたいし、何かしら成し遂げたいという行動意欲がですねやっぱり湧いてくんですよね。これも原体験はやっぱり大学受験なのかなと思いますね。現役の時はもう全滅して、浪人の時にどうやったら第一志望に合格できるのかと、そもそも第一志望をどこにするのかみたいなところから始めまして、じゃあ1年間でこの第一志望を決めましたと、でそこに到達するためには何をすればいいのか、そして何を捨てなければいけないのかっていうことをですね考え時期がありましたね。そこが原体験なのかなという気はしています。いかがでしたでしょうか。資質に沿って過去の経験を振り返るとワクワクしていた時が多かったなというふうに感じます。逆に仕事などでストレスを感じていた時は自分の資質とマッチしていない役割が求められていたということが多かったというふうに感じております。ここで強調したい点としては、自分の短所を改善して人並みのレベルに上げるという時間を割くほど人生は長くないということなんですよね。そんな暇があったら自分の資質を最大限に発揮できる環境で活躍するということが大事なんじゃないかなと思います。僕自身はそんなことを考えながらですね、自分の資質を見つけて、そしてその資質が最大限活かせる環境はどこなんだろうかって考えた時に起業っていう方針が見えてきたんですね。で最後に自分が振り返りの際にですね書き殴ったメモを共有します。こちらです。はい、いかがでしたでしょうか。キャリアの転機を迎えている方にとってですね、何かしらのお役に立てれば幸いです。チャンネル登録やグッドボタン大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。